このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はジグザグさんから命名の黒猫影丸、ぽっちゃりボディのイケメンということで、この子がね、影丸くんって言うんですけれどもね、黒猫だけあってちょっと表情が分かりにくいですよね。でね、こちらがね、結構な大怪我をして保護されたっていうことなんですよね。これだけ大きな怪我をね、乗り越えてるってすごい子なんですけれども、名前の由来なんですけれども、新天地怪別集団ジグザグさんのミュージックビデオで、拙者忍者猫忍者っていうね、歌があるんですけれども、そのミュージックビデオの撮影場所っていうのがこちらの森の猫屋さんなんですよね。で、ミュージックビデオが配信された日に、影丸くんっていうのがね、保護されたんですけれども、メンバーさんの中でですね、影丸さんっていらっしゃるので、そこからちなんでね、名前を付けようかということで影丸になったんですよね。とってもいい名前ですよね、影丸っていうのがね。黒猫ちゃんにはぴったりかなと思うんですけれども、めちゃくちゃかっこいいですよね。でね、影丸くんぽっちゃりボディということでですね、もうね、ムチムチのボディがね、すごくね、気持ちがいいんですよね。で、本当に穏やかな子なんですよ、まあ、影丸くんっていうのは。あ、撫でられるの結構好きやね、この子は。お尻トントンも好きかな。どうですか。あ、ちょっと嫌やで、今のは。ちょっと記念撮影したいんですけれども、いけるかな。あ、顔が見切れてる。これすごいイケメンですよね。一瞬だけやったんですけれども、じゃあちょっとおもちゃで遊んでいこうかなとも思うんですけれども、あれ全然反応ないね。影丸くんはそんな遊んでるイメージっていうのはないんですけれどもね。どうでしょうか。遊ばない、君は今日。あ、ちょっと嫌になってきたかな。飛び移ったよ。あ、でも爪研ぎしてるっていうことはちょっとね、活発になってきたかなと思うんですけれども、このおもちゃあんま良くないか。そういう時はですね、何をすればいいかというとですね、スタッフさんに聞くっていうことが一番ですよね。やっぱスタッフさん分かってますからね、猫ちゃんのことをね。でね、このピンクのね、この壊れた棒っていうんですかね、それがね、影丸くん好きなようで、さすがにこれは分かんないわ、ね、この壊れたおもちゃのね、棒だけっていうのが好きって分かんないでしょう。ということでね、もし分からない時はね、スタッフさんに聞くっていうのが一番いいですよ、やっぱりね。あ、すごい興味津々。さっきのね、おもちゃと全然違いますよね、反応がね。でもちょっと飽きた、ひょっとして。なんかね、影丸くんでね、じゃあちょっと遊んですぐに飽きるとかって結構あるんですけれども、どうでしょうか。キジトラの小麦ちゃんが遊びに来てくれたんですけれどもね、影丸くんって結構周りのこと見てるような気はしますね。気を使ってるというかね。もうカミカミしてるよ。あ、この顔イケメンやんか。あ、ゴロちゃんも来てくれたね。ゴロちゃんもイケメンなんですよね。やっぱね、黒猫ちゃんってイケメンが多いなと思うんですよね。いいね、猫パンチ。あ、ちょっとやっぱ周り気にするか。うん、このぽっちゃり体型いいよね。今回のお店は新大阪付近、阪急 JR 淡路駅近くにある保護猫カフェ森の猫屋さんです。うん、カキカキカキってなってますね。やっぱちょっと遊びたいか、やっぱりまだね。うん、周り気になるな。やっぱりね、保護猫カフェっていうだけあってね、刺激が多いなと思うんですよね。人もたくさんいますし、猫ちゃんもいっぱいいてるのでね。というのでね、なかなか落ち着かないのかもしれないですよね、影丸くんとかみたいにね、周り気にする子は、ね、すごい周り気にしてますよね。あ、遊ぶかなと思ったらマームちゃんが来ましたね。マームちゃん細くてすごい美人さんなんですよね。あ、どっか行っちゃう。もうすぐご飯の時間なんでね、ちょっと気にはしてますね、ご飯を。お腹すいたんかな。結構食いしん坊さんですからね。もう走ってる影丸くん走ってるやん。そんなできるんやね。でも一瞬で終わる。うん、座ったね。あ、まだ遊んでくれた。なんか急に遊んで急にやめるっていうのでね、警戒心やっぱ強いのかな、ひょっとしたら。で、影丸くんの年齢っていうのが4歳から6歳ぐらいということでですね、そろそろ落ち着き出す頃かなっていう感じはしますけれどもね。
もうちょっとね甘えてくれたらいいなと思うんですけれどもね。やっぱ毛づやはピッカピカやね。集まってきた黒猫ちゃん常連さんなんでね、やっぱ挨拶しに行ってるんでしょうね。あ、また戻ってきてくれた。遊んでくれる。工夫をすればね遊んでくれるような、そんな感じがしますけれどもね。やっぱこうやって隠したりとか見せたりするのいいですよね。こういうトンネルはどうかな。トンネル遊びする。一応見てくはくれてるんですけれども、中入ったりとかしない、しない。もう飽きてきたかな。あら、どっか行っちゃうか。撫でた方がいいか、こういう時は。ここ気持ちいいですか、影丸くん。隣ではですね、お尻トントンをされにハマグリくんが来ましたよ。この子もお尻トントン大好きな子なんですよね。警戒心は強いんですけれども。影丸くんはどうなんだろうか。あ、どこ行っちゃう。あと、とどまってくれた。あ、ちまきちゃんが来てくれましたね。スリーってやんの。あ、近づいてきてくれる。この子も人懐っこい子なんでね。あ、銀次郎が来た。え、遊ぶ銀次郎。銀次郎が遊ぶって珍しいよ。もうこのねぽっちゃり体型を見てもらったら分かる通りね、あんまり普段遊ばないんですけれどもね、普段遊ばないということで、ね、遊び方がちょっとどんくさいなっていう気はしますよ。このね丸々したボディで遊ぶの可愛いでしょ。銀次郎遊ぶやん、たまに。いいね、このムチムチボディとか最高ですよね。あ、ちょっと遠慮してるね。え、影丸くんも遊びたそうにしてるますもんね。あ、ちょいって、あ、かわいいなこれ。銀次郎遠慮してんの、いいやないの銀次郎。うん、いいね。走り回ったりとかはしないよね銀次郎。え、なにそれ、なにそれ。急に変なことするな銀次郎、かわいすぎるやんか。今回影丸くんの動画なんですけれどもね、ちょっと銀次郎に見とれちゃいました。撫でていこうかな影丸くんね。撫でられるのはやっぱ好きか、やっぱね優しく撫でられる感じがいいのかなっていう気はしますけれども、落ち着いてくれたね影丸くんは。それほどね人懐っこいとまでは言わないんですけれども、結構周りのことを気を使ってくれたりとかするね、本当に優しい子ですのでね、一緒にいてるとね癒されますよ。それにねお家に入ったらもっと甘えられるようになるかなと思うのでね、そういう姿が見られるのは里親さんの特権かなと思いますよ。ゆっくりとね影丸くんを甘やかしてくれる人が見つかってほしいです。皆様いかがだったでしょうか。影丸くんは本当にイケメンでしたよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ森の猫屋さんでした。